こちら念願のね、はい、ユニフォーム。ユニフォーム。かっこいい。サポーター番号12番。これだけですね。いやはい、今回はですね、この芥田真奈美ちゃん、マギカと、この昨年、ヴィッセル神戸戦、入ったメンバーで、今回も、ヴィッセル神戸対横浜 F ・マリノス戦を観戦、ノエスタでしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。楽しみ。芥田ちゃんはお久しぶりということで。お久しぶりです。ね。2回目呼んでいただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそ、むちゃくちゃ好評だったんで。確かに。ね。めちゃくちゃ好評やった。ほんまに。本当に。うん、まあ、ゴーゴービッセルでも今、現在もこうラジオ、ね、はい、やられてるんですけど、させていただいてます。まあ、容姿がいいじゃないですか。まずはあと気遣いと心遣いがでも私も出させていただいて、めちゃくちゃもう久々に連絡取る友達から、出てたやんみたいな連絡来たりとか、本当にたくさんあって最悪じゃないけども本当に嬉しかったんですよ。うん、で前回、那須さんから、まあ、初対面だったんですけど、一つ怒られたことがあって。怖っ、ひどいね。そんなことありました？はい、あの那須さんと牧彦さんがこうスタジアムでわーってなるじゃないですか、サポーターの方が、みんなグータッチしてくださいって、はい、であの端っこで、あんまり皆さんに知ってもらえてないので、はい、なんかこう端っこで、みたいな、こそこそ言ってたら、それをするなと、もっとこう前に行けと、前に行くべきだと、お叱りを受けまして、まあ確かにそうやなと、これからそうしようと思う心に彫り込んだんですよ、その言葉を。動画が公表されて、いいコメントすごいたくさんあって、ツイッターでエゴさして3人の写真出てきたりするんですよ、いたいた。でも那須さんと牧彦さんの間に私行ってるのに、丁寧に私にだけスタンプ貼ってくれてたんですよ。一般人や思われてた。一般人や。あ、なるほど。めっちゃ悲しくて。悲しい。彫り込んだ言葉がもう全然響かなくなりました。那須さんが悪いね。どんな那須さんが悪いから。俺悪いか。今回こそはちょっと顔出しでツイッターに写真載せてもらえるように。いや、そう、もうだってヴィッセルファンもさすがにもう3年もゴーゴービッセルやってれば活動の幅としてはいろいろ変わったんですか？私ですか、他の番組でちょっと情報番組させていただいたりとか、ちらっと聞いたんですよ。モデル業もちょっとなんかしたっていう、モデルみたいな仕事も受けていただいて、もしかしたら皆さんの目に入りやすいかなと思うんですけど、入りやすいところで、どちらでなんかこう公開されてるんでしたっけ？南海難波の駅のところにデジタルサイネージって言ってこう動画の広告があるんですけど、そこの難波パークスの広告でちょっとカップルで買い物してる映像が、すごい、すごいよ。見に行こう。ぜひぜひ5分に1回くらい流れるみたいなので、見に行ったっすか？流れたってなった時自分でわざわざ見に行きました。家族で見に行きました。那須さんとかそういう経験全くないですもんね。なんか普通の素人というか一般人やったから、プロです。はい、プロ。プロ。あ、それはなんかスポーツ、それ何のスポーツでプロやった？プロ J1 18年。え、タイトルとか取ったりとかもないっすもんね。国内総なめ2回。え、でもそのね、オリンピックとかワールドカップとか日本代表の経験とかないっすよね、さすがに。え、オリンピック代表キャプテン。え、得点とかはないっすね、 J リーグとかで。さすがにね、 J1 29点。え、 OK ですか？OK すけです。 OK すけです。 OK すけです。ヴィッセル神戸と横浜 F マリノス、芥田ちゃんは注目選手、今ヴィッセルは1位でかなりね好調で、牧彦とも練習見に行って、はい、面白かったね、あれね。めちゃくちゃ面白かったです。牧彦大興奮してた。めっちゃ興奮しました、あれは。 J1 リーグで言うと3回ともスタメンが一緒なんですよ、前回まで。で、まあ、今回も一緒やとして、斉藤美月選手が、まあ、今年からヴィッセル入った選手なんですけど、J1 リーグ全試合にスタメンなんですけど、ちょっとまだゴールが見られてないので、ちょっと今日決めてほしいな、惜しいシーンはめっちゃあるんですよ。今日決めてほしいなっていうのはありますね。もう一人
出選手も、うん、あスタメン、うん、まあ、4試合連続でなってるので、うん、まあ、今回もスタメンだったら、うん、ゴール決めてほしいなっていう思いがあります、うん、なるほどね、はい、やっぱこれはもうビッセルを見てるならではのどっちかっていうとその縁の下の力持ちじゃないですけど結構ね、あもちろん活躍はしてんですけど、はい、新生ビッセルをこうね新加入の選手、そうそう新加入の選手たちっていうところが結構支えてると思うので、はい、牧彦泉東也選手、おお理由はインスタフォローしてくれたからね。いやそれでこそまだあの、はい、琵琶湖整形、はい、の時に泉選手、はい、一緒に練習もさせてもらってバリバリドリブルキレキレだからね、初ゴールめっちゃエグいの取ってたっすね、うん、そうですね初スタメンで初ゴール、うん、そうですね、はい、ディフェンスにあの本田選手います、あいますいる、はい、ユニフォームください本田って書いてるユニフォームが欲しいです、なるほどね、はい、うん、もしも見てたら本田選手お願いします、マキヒカの方によろしくお願いします、お願いします、めちゃくちゃ身体高いからね、そうなんですよ、あの、うん、身長もそんなに大きいタイプではないけど、はい、その俊敏性とジャンプ力と、はい、京都の時からもちろん注目はしてましたけど、はい、いい選手ですよ、ディフェンダーで、元神戸の那須さんに質問していいですか、いいですよ、今年その大型補強がなかったにもかかわらず、うん、この今首位走ってるじゃないですか、うん、これは何なんですか、そういうのってよくあるんですか、もともとクオリティというか質が高い選手たちだから、はい、それがベースにないとダメよ、はい、それがやっぱ噛み合わないといい選手が上手い選手がたくさんいても、はい、こうチームはよくいかないっていうのはよくある現象、はい、でもその新加入とか含めてそういう新しい風がこう吹いてきて、はい、今いる選手たちも危機感持つとか、はい、なんかねこう噛み合った時にはそういううまくいく、はいはい、うん、ことはよくある、なるほど、だからまあ、 本当に新加入の選手たちがすごく頑張ってる、しかも頑張る系の方多いですよね、そう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 、走りめっちゃ走る系、運動量がすごいですよね、だからそこら辺はかなりその今言ってもらった新加入っていう選手たちが結構活躍、はい、ピッチ内で見せる姿っていうのが今までいた選手たちをさらにこう、はい、いい形でつなげてんじゃないかな、なるほど、既存の選手も新加入の選手もお互い高め合ってる状態、そうそうそう、お互いそう、うん、バランスというかお互いがいい相乗効果というか、うん、那須さんの注目選手聞きたいです、初瀬亮、おお、今シーズンめちゃくちゃいい、いいですね、あの豪徳はもちろんその自主トレも一緒にやらせてもらって、まあ、両サイドバックがいい、めちゃめちゃ体切れてた練習で、豪徳、豪徳はそのピッチ内とそのピッチ外でも選手たちの影響大きいし、まあ、プレーも練習行った時にめちゃくちゃ切れてるんだと体が思った、あと量がめっちゃ成長してると思った、プレーの、ね、安定感というか、あと仕掛けるところだったり運動量とキックの質だけじゃなくて それ以外のプレーの貢献度がかなり高まってるなっていうので、横浜 F ・マリノスが僕はセンターバック畑中選手をと怪我でちょっと離脱しちゃいましたけど角田選手、この2センターバックは僕はめちゃくちゃこう、うん、期待してます、こう世界基準にこう、ね、到達できるポテンシャルある、世界基準って何ですか、まあ富安選手とか、まあ、そっちのこう、ね、海外でも通用するセンターバックみたいな、うん、そこに行けるだけのポテンシャルあるんじゃないかなって思ってるので、うん、サイズ感含め、まあ、そこは期待しますね、うん、そこをヴィッセルは突破しないといけないんですね、そういうことです、めちゃくちゃで神戸あれなんですよ、勝ってないんですよマリノスに、うん、今まで多分僕の情報だと、うん、当てが分かんないんで後で調べますけど、うん、5年ぐらい4年ぐらい、うん、J リーグではノエスタで勝ってないみたいな、あ、そうなんだ、見ました、女性目線で容姿的な部分、容姿的な部分、うん、で言うと両チームともなんかこうこの人はあのかっこいいなっていう人いますか、ゆるき選手、ああ。あとイーノ選手も、ああ、はいはい、取材した時にめちゃくちゃかっこいいな、ちょっと個性派俳優的な、はい、なんかねマジでかっこいい人多いですよね、武藤選手ももちろん、いやもうね爽やかイケメンの、試合終わった後疲れてるはずやのに、ま、取材で結構もう選手の近くに行かせていただく機会多くなったんで、はい、目の前で武藤選手めっちゃ目キラキラしてますもんね、うんうんうん、伊藤美月選手もかっこいい、さっき言ってた泉東也選手もめちゃくちゃイケメンですし、関西よヴィッセルって、酒井豪徳選手もね、いや確かに、いや本当かっこいいの多いね、はい、サッカー見ると
よりかっこよく見える。わかる。全員かっこいい。はい、ヌエスタ到着。よっしゃー。で、早速なんですが、はい、こちら念願のね、はい、ユニフォーム。ユニフォーム。かっこいい。サポーター番号12番。今年のデザインはさらにかっこいい。ヴィッセルさん、ありがとうございます。下が黒になってるんですよね。合わせやすいですよね、うん、いいですね。縁がゴールドで、めっちゃ可愛いです、でもやっぱ、あきたちゃんのこの着こなし方がね、やっぱありがとうございます。いえいえ、あなたじゃないです。あなたじゃないです。はい、僕ちょっと間違えた色入れた。で、これから、まだ試合、2時間ぐらい前なんで、まあ、広場行ったり、はい、スタグル食べたり。神戸のスタグルは激辛。それは去年じゃないですか。もうないですね、さすがに。さすがにないです。そうですよね、はい、楽しみです。はい、早速行ってみたいと思います。はい、ガラポンブース。ガラポン、はい、ガラガラ。そうそう、ガラガラって。で、何が当たるかっていうのをお楽しみなんですけど、ほら、こうやってね、足型がやっぱあるんですよ、レジェンドの方。はい、スキーガ選手。レジェンドより何狙いですか。はい、ですね、こういうところでギリギリない選手です。レジェンドやのに寂しくなるね。バンドさんあります。バンドさんあるんですよ。おバンザーあるんですよ。長かったっすか。バンさん長かったっすか。あー、なるほど。在籍長い。レジェンドやけどないっすね。はい、はい、はい、落ち込まんといてくださいよ。何落ち込んでんすか。お客様に顔出てます。ガラポン見てください。これが当たるみたいですよ。これ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 。あ、サイン色紙。あ、俺ユニフォーム欲しい。あ、菊池選手ありますね。誰だ。あ、リュウホー、セルジ、あと大樹。すげえ。おお、すごい。どうぞ。何色が出たらいいんですか。金色。金色、はい、黄色目指して行きまーす、はい、行きます、はい、あ、え、白は何とガラポン限定の商品になります。はい、絶対何か当たるんですか。はい、出てますね。優しい。ユニフォーム型ペナント。はい、はい、じゃあ僕行っていいですか。はい、金色いけ。頑張れ。うわ、うわ、え、緑です。緑や、緑きた。これですか。嬉しい。おー、すごい。すげえ。白、緑。グラサンしてるからマジで黒に見えた。僕の場合は来ます。さすが、はい、白、緑、はい、来ました。黄色、濃いって言ったら来ないんですよ。なるほど。黄色が逃げるんです。おお、来た。あ、もうこんなもんです。あ、あれ、何色ですか。何色ですか。ピンク色です。ピンク、ピンクは何ですか。これもガラポン限定の商品。ああ、限定、よかった。イニエスタ、アンドレスだ。ピンクと緑、どっちが出やすいんですか。ピンクの方が出やすいんですって。アンドレス欲しかった。手ぬぐいはどちらかを一つ選びいただきます。手ぬぐいか折りたたみ傘。傘、僕結構汗かくんで、はい、傘で。いやいやいや、僕イギリス住んでるから結構その雨多いんですよ。あ、前か以外でお願いします。あ、そこもくじなんですね、はい、誰が出るか。あ、レオ。お、大崎選手。サインもらおう。じゃん。あ、似てます。中坂選手。中坂選手、はい、私、中坂選手めっちゃ当たるんですよ。マスクもこの前、中坂選手当たりました。そうなの。縁があるかもしれない。なんでおるん。はじめまして。はじめまして、見てます。いや、かわいい。なんでおるん。来てるって言ってたから、はい、はい、先日まで一緒に体験入部しました。しましたね、いろんな学校。世界に一つだけのカード。はい、そうなんです、はい、本人のですか。弊社が、まあ、あの運営はしておりまして、はいはい、どんなのが作れるんですか。表はこういう選手カードが、はい、ランダムで出てくる、はい、ガチャガチャ要素がありまして、はい、で、世界に1枚っていうのはこの裏面のところにご自身の好きなスマホに合う写真とかそういうのをこの場で印刷するサービスなんです。なるほど、はい、なので、まあ、ガチャガチャ的な遊びもできますし。なるほど。その記念に1枚でもできるっていう。なるほど、すごい。そこから、はい、やっぱりセンターバック龍鳳。龍鳳です。あ、龍鳳、おかえり。豪徳さんだ。うわ、バズライトイヤー。これあのキラだ。キラキラ、やっとキラみたいな。もう龍鳳、豪徳さん、ありがとうございます。やった。はい、私はあ、サンペール。すごい、すごい、ありがとうございます。選手、さあ、いきます。せーの、じゃん。おお、本田選手。本田選手、ちょうど本田選手。やったー、すごい、すごい。世界に1枚だけのカード、後ろ自分の写真入れれますから、うん、め
ちゃ思い出のある。これ、今日だけやってるんですか？あ、いえいえ。ずーっとやってるんですね。あ、神戸さん。あ、ただ売り切れ期間が結構長いんで。あ、なるほど。売り切れちゃう。そうですね、なのでできるだけ早めに。早くじゃダメですよ、はい、すぐなくなっちゃいます。すげえ、サインいるよ。すごい、すごい、かっこいい。これ1回いくらなんですか？1回500円です。めっちゃすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もたくさんあるので、皆さんね、これもスタジアムの醍醐味なんで。寸胴屋めっちゃ美味しかったです。寸胴屋、ほんまだ。姫路の大ラーメン屋ですよ。神戸牛もめっちゃ美味しかったです、めっちゃ並んでるんですよ、毎回、ご飯って言ったらもう神戸やもんな。すごいね。いいな。ヴィッセル神戸、今シーズン、まあ、特にその若い世代のサポーターもかなり増えたっていう、はい、そうですね。だからちょっとあのインタビューしていいですか、はい、じゃあ僕ちょっとインタビューしますわ。さて問題です、那須さん、はい、彼は誰の親戚でしょうか？那須さんも知ってるサッカー選手の実は親戚でございます。なんとなくこの瞳を見たことがある。似てるよ。似てるよね。いやー、出ねー、すぐ出ない。正解を発表します、はい、田中パウロ11の親戚です。本当にパウロかな。おいっ子かな。ヴィッセル誰好きだ？イニエスタ好き。わかる。ナスです。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。すごい。ちょっとね、すごいですね。すごいね。声聞こえる。聞こえます。もうなんと声出しできますもんね。そうですね。前なかったですよね。あ、そうそう。ない時だったから。すげえ。うわ、すげえ。これ映ってないです。ないですね。メンバー外でした。この後にピッチに行きました。まあまさにこのところ。なかなか見られない写真ですよね。これも。わー、すげえ。もう正直に言います、僕はずっと神戸を応援してました。子供の時からスタジアムに来まくってました。ここに来れるのが嬉しいです。うわー、うわー、やってるやってる、すごい。さあ、ちょっと見て、クニコーチ、クニコーチ、クニコーチ、大通訳、めちゃめちゃ通訳できる。かっこいい声だし、パンパンっすね、これら。でかくないですか？すごい。やっぱいいね。
方もしっかり両足切れる。あーそうですね、確かに。本日ヴィッセル神戸と横浜 F マリノスなんですが、はい、まあ、試合前の順位としては1位ヴィッセル神戸で、今現在横浜 F マリノス5位で、通算対戦成績は12勝15分けヴィッセルで、29勝がマリノスか、めっちゃ近いですね。対戦成績で直近5試合はマリノスの4勝1敗ということで、はい、はい、まあ、でも今年だけでいうとヴィッセルの方が勝ってますから、ね、うん、とはいえ昨年王者のまだ横浜 F マリノス、やっぱそこ力、自力の部分はあるの で、ね、まあ、あのどういう試合になるかちょっと楽しみな、はい、はい、ヴィッセルです。私たちも上に行きましょうか。はい、すげえ。今から神戸参加ですよ。歌いましょう。歌いましょう。前半の終わって、まあ、2対2ですごい展開だったんですけど、はい、前半立ち上がりはまあヴィッセルペースで2点パパンって入れて、その後はまあマリノスがちょっと形も変えて、はい、まあ、監督にあの マルコス・ジュニオール選手が呼ばれて、多分ちょっとトップの配置なのかちょっと分かんないですけど、少し多分やり方を変えてヴィッセルがちょっと掴みにくくなってたんで、まあ、そこでやっぱ2点得点、前半最後終了間際に、まあ、渡辺選手のすごいスーパーシュートが入って2位で、底力はかなりあるなっていう、はい、そうですね、うん、まあ、後半ちょっと目が離せない展開、はい、そうですね、交代とかも結構ありそうですね、うん、この展開になると本当に、そうそうそう、どうですか、マキ本当に勝ってほしい本当に勝ってほしいですわそれに尽きます。結構押し込まれた時のコンパクトなんですけど、そのライン設定をどうやってするかで、多分やっぱ2枚目から その入ってくる選手に対してうまく掴めれば対応できると思うんですけど、でそこをうまくもう、ね、マリノスも形変えながらやってきてるので、まあ、後半途中交代含め見どころはたくさんあるので、応援したいと思います。はい、はい、試合終了しました。終了しました。率直に、まあ、僕から言わせてもらうとすごくやっぱ J リーグって楽しいなと思った。すごい好ゲームだったと思います。もうどっちに転んでもおかしくないし、まあ、やっぱ前線含めクオリティある選手が多かった、うん、だから多分あの、ね、マキとかマキタさんとかも神戸勝ってって、俺もまあフルス、どっちもフルスなんだけど、やっぱね一番神戸って最後に対してたから、ね、はい、最後ら辺はすごくこう気持ちも入って、ね、ちょっとあの審判のジャッジにエモーショナルになってしまいましたけど、はい、しましたね、はい、あれプレイヤーの時あんな感じ叫んでましたよ、はい、普通の席で映ってないですけど前の人ビビってましたよ帰ったんちゃうんですか前の席の人プレイヤーの時あんな感じでちょっと、はい、そうだったんですね、はい、どうでしたお二人は。いや悔しかったですね、2点先制した後で3点も決められるっていうのが、うん、もう
力入りすぎてなんかどっかの筋痛めてますあのヴィッセル応援する側としてはすごく悔しい試合だったし、まあ、マリノスとしては逆転勝利ということですごくね多分あのサポーター含め、はい、あの喜び大きかったと思うんですけどやっぱり本当にもう超好ゲームだった、うん、見ててすごく熱くなったしイニエスタ選手も見れましたもんね、うん、でヴィッセルあの本当ねあの紙一重でまあちょっと今日は反撃戦だったんですけど、まあ、あのすごく状態はいいと思います、うんうん、まだまだシーズンは続くのであの概要欄の方に、記載しておきますのでリーグ、各戦ともにたくさんの声援で後押ししましょう選手たちをはい、はい、ということで今回はノエビアスタジアムからお送りしました あとすいません、牧木川君YouTube してます。してますよ。さしてました。一般人こんなとこ来ないでしょ。してますよ。ほんで俺に感想聞かんのかい。俺に感想聞かんのかい。なんか熱なって2回感想言っとったぞ。うん、秋田ちゃんも SNS やってますので。はい。はい、ということで、ノエビアスタジアムからお送りしました。皆さんこれからも J リーグ各クラブ応援よろしくお願いします。お願いします。We are 神戸。